おはよう。乾燥がすごいんだけど。じゃ乾燥してる。え？なんで？やっぱあれだね。どうしてもホテルは乾燥するのかな。めっちゃ乾燥してる。ちゃんはどこにいるでしょう。みんちゃんはね、あれですよ、京都。東京。いや、乾燥がすごい。ディズニー。むしろ、うん、そう、ディズニーホテル。ね、ミラコスタ、あ、ミラコスタではないな。ミラコスタではないってやばいな。リジハートありがとう。乾燥してるときどうしたらいいんですか。今、ただいま。なる。とさはたありがとう。今日お仕事お休みそう。何するん。調べよう。乾燥。
かんない、うん難しい。いや加湿器、加湿器つけとんよ。あ水ないかな、ちょっと待って夜今日は佐々木さんはお留守番です。ちーちゃんキョピーさん、ポンタハートありがとう。うん、ねえ、バチだね。確かに、あの出先だからまだバチだ。より。てかまず6時半から始まってないんで、ちゃんと。え？からくれないよ、からくれない。驚いた、踊りかれちゃって。31分になってこそで1分過ぎてた。会いたい時に会えないよね。ね、ほんまに会いたい時に会えないのがいいのかもしれない。でもそれぐらいが分かんないけど、前髪下ろしてる写真見たら、うそほんまにうちのおじゃん X とかインスタとか見て、前髪下ろしてる私いっぱい載ってるよ確かに最近始まるの早い。なんかさすがにやばいって思ってるんだろうねあんな時間が愛用さんね、ね、ね、それ言うよね。でも私よくわかんないそれあんまよくわかんないんだよね。まあわかる気もするけどね。まあまあまあ確かに、やっぱね、こう会ってないからこそさ、お互いのことをこう考えるとかっていうのはあると思うんだけど、なんか皆さんはどっち派？どっち派っていうか、どういう派？会えない時間による、確かにね。
ビダビドゥ。よくわかんないけど、私はやっぱ、合わんと難しいか。世代でもそうだね、やっぱどうしても。なんでだろう。マジは遠距離ダメだね。じゃあ遠距離ダメなんでしょ。だからすごい多分遠距離の人たちすごいなって思う。今だって今でもさ、みんなと遠距離なわけじゃん。遠距離って遠距離中距離なぐらいのさなわけじゃん。でみんな会いに来てくれたりするでしょ。でもやっぱね、心配というか、なんかこう気持ちが離れていくわけじゃないんだけど、でもまあ離れていくタイプなんだろうね。冷めていく、多分その落ち着いちゃって、っていう感じなのかもしれない、私はね。でもなんかそう、みんな忘れちゃったらどうしようって思ったりする。会ってない、そのさ、夜勤ライブがないとかだった時にさ、もう会えんのかもしれんとか思う。りゅうちゃんと遠距離だし、1ヶ月に1回しか会えんし、でも冷めんなでも1ヶ月に1回会えるのはすごくない？遠距離でさ会えるのって会ってくれてるの、会いに来てくれてるのって。でもだっけ、ほんまにずっとね、ライブ来てくれて本当に嬉しいんですよ、皆さんが。ね、毎日電話したいタイプ？いや、それは別に大丈夫。電話はね、大丈夫。ポンタチチハットありがとう。近くにいる別の人に目移りする。分かんない。確かに、そっか、近くにいる人か、遠距離でねってことですよ。目移りする時もあるし、目移りしない時もあるかもしれない。DD みたいにね。ああ確かに、この配信が遠距離電話みたい。確かにね、一方的だねまあまあ文字は見えるけど顔は見える確かに。
馬娘ガチャ引いた、引いてない引いてない。ちょっと待って、3分たはった、ありがとう。え、もう変わった？なになな、無料10連マジで？あ、サポカ？サポカが無料10連？え、待って待って待って、しかもちゃんみ、ちゃん、ちゃんみが、ちゃんみの結果が全然起動せん。うわ、ほら無料10連の時だけ引く、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 引く人がいる。ここに、マジダウンロード長いわ。あ、そっか、新シナリオか。そうだ、あのメカ、メカウマ娘じゃん。そうです、でも分かるよ、私もね、デレステはもうマジでそうなってる。年末のあの無料10連パーティーの時に引く、結構仕事行ってきま、行ってらっしゃい、頑張ってね。前のシナリオ一回もやってない。ええ、あのあれ、うますぎパレード、合ってない。おいしすぎてとろけちゃう、意外とあれ意外といける。なんか最初マジで分からんかったけど、だんだん、まあでもやっぱ UAF が一番私はやりやすい。うわ、かわいい秒早日で、ほんまや、走れメカウマ娘。もうすごい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 、 PVPV が流れてる。ねえ、本当に当たんない。もうマジ最近全然当たんないんだけど、なんで？教えてほしい。聞こうかな、じゃあ。ダメだ、これ絶対ダメだ。はい、おった、もう絶対無理、絶対無理。マジ欲しかったんだけど、悲しい。こんなこんなで配信終わりだよ。マジ当たんない、最近ほんまに当たんない。この間までちょっと当たってたんですけど、マジで当たんない。
はい、ということで、今日はね、これからちょっとお用事があるので行ってまいりたいと思います。もうすぐ当たる波がやってくる。確かにそういうこと。天塚手さん、お菓子父ハートありがとう。10歳、成人翔也さん、12、クッケー父アメモさん、10、クルニスさん、9位アオさん、8位アマツカゼさん、7位焼きそばさん、6位ショルダンゴさん、5位チリちゃん、4位モーさん、捨てた最がチーチー。朝配信ありがとう。今日も笑顔の一日一緒にもちろんね、皆さんも笑顔で過ごしてくださいね。で、ライミーがトッサン、あ、沖縄さん、ありがとうございます。すいません、本日第1話ポンタン、遠距離だけどあと12日で会えるね、いつもありがとう。いや、こちらこそ、あと12日で会えるんか、やば、頑張らんと頑張るわ。そう、ももちゃんとね、この間練習して、もうね、もうほんまにおもろい、もうほんまにおもろかったよ。おもろいね、エピソードがあるんだけどまだ言えないちょっとまたライブの時にでも話そうかな。もう引いたよ、20円引いた。はい、ということで皆さん今日も一日頑張っていきましょうね。お疲れ。行ってきまーす。めぐみ